英虞湾だけではなく、多くの地域で開発を目的とした埋め立てや水質の悪化が進んできました。こうした環境の変化により、海の生物の産卵場や子どもたちが育つ場所が奪われてきました。人が持続的に水産資源を利用し続けるには、海の生き物たちの再生産、新しく子どもが生まれ育つ必要があります。アマモと呼ばれる海草がたくさん生えているアマモ場は、魚介類の産卵場になり、小さな生物が外敵から隠れる場所になることからも海のゆりかごと呼ばれています。減少してきたアマモ場を漁師が中心となり増やす努力が行われてきた地域があります。岡山県日生町は日本最大の閉鎖性海域である瀬戸内海に面しています。日生千軒漁師町と言われるほど、昔から漁業が盛んで、10以上の大小の島々と本土の入り組んだ地形が特徴的です。牡蠣の養殖が盛んに行われていますが、約200件の漁業従事世帯が牡蠣養殖のほかに小型底引き、定置網漁を含む沿岸漁業で生計を立てています。また日生では独特の落ち牡蠣といわれる売り方もされています。底引き網の漁師たちが水揚げが少ない冬、海底に落ちている牡蠣を底引き網で拾い販売する方法が編み出されました。彼らの収入につながるだけではなく、海底の掃除にもなり、結果として海のためにも良かったという考えが定着しました。殻だけだったら問題ないと思うんだけど、中に身が入っとったらその身が腐るでしょ。腐った時に極端なこと、有害物質というか、なんかまあそういうもんが発生する可能性がゼロじゃないんで、そういうことで海の汚染につながってくる可能性はある。だから全然掃除ができないよ、できてないような海、海底いうのは、海底が死んでる言うてわしら、死んどる言うてわしら言うんだけど、ヘドロのような格好になってしまって、だからもう全然魚がそこには定着しないいうような状況ができてくるんで、日生の海の状況いうのはそういうふうなことが、総合的にそういうことが始まって、牡蠣もこれだけ伸びてきてるんじゃないか思うんだけどな。ここらの人は牡蠣の漁師も底引きやりおるもんも、お互い様じゃがいうような感じで、喧嘩はあるんで、どうしてもイカダ痛めたとか、イカリ綱切ったとかいうような話があるんで、喧嘩はあるんだけど、それでもやっぱり完全に止めさせてしまわんいうのは、海のためには牡蠣やりおる漁師も海のためにはそういうことをしてもらう方がええということで、全然止めるいうことはせんわな。日生は壺網または備前網と呼ばれる独自の小型定置を開発した場所で、ここからこの小型定置網が全国に伝わっていったという歴史もあります。1950年から80年の高度経済成長期の沿岸開発によって、瀬戸内海の生態系は大きなダメージを受け、干潟やアマモ場を含む自然の生息環境が破壊され、沿岸漁業にも大きな影響を及ぼし、漁獲量は激減しました。次の世代が生まれるためには、どうしてもその産卵場ですとか、それから稚魚が安全に育つ場、
子どもたちが育つ場、まあ、いわゆるゆりかごが必要なわけですね。そういうのでいろんな魚介類を調べると結構その藻場とかですね、それから干潟浅場っていうのところが重要なそういう産卵場ですとか子どもの生息場になってるわけですね。藻も植物ですからその光合成で酸素を供給してくれる、あるいはいろんなその栄養ですとか物質を吸収してくれるっていうのは全体としてその浄化能のようなことがありますので生物の生息場として非常に重要なわけですね。壺網漁の漁師たちは伝統的にアマモ場の場所を把握していましたが、アマモが魚の生育にこれほど重要な役割を果たしているとは認識していなかったのです。衰退期になったら抜け出してそれが漂流ゴミになって定置網のあの袋の中まで流れ込んだり海岸にいっぱい流れ着いて、まあ厄介もんだな、まあ他で言う雑草だなという。1940年代に日生周辺のアマモ場は590ヘクタールほどありましたが、1985年にはわずか12ヘクタールへと減少しました。アマモの変化に初めに気づいたのは壺網の漁師たちでした。壺網の漁師たちは毎日海岸から数百メートルほど離れた網まで何度も船で行き来し、網の状態や網にかかった魚を揚げに行きます。日生も一時はアマモがあったんです。わしらが小学校中ぐらいの時にはそれがなくなったからね、2、30年前からアマモの再生いうことで今の組合長が頑張ってものすごくやりまして、今また相当増えたね。そうですね、60年かやって何をバカなことをしょんなのと言われかねんだけど、やりかけたらやっぱりその最初のうちは県のやっぱり水産試験場の指導のもとにいろいろと藻場の種の採取から保管から選別から比重選別からを一通り教わって、それをいろいろ11月に種まきしてみて、その本当に生えるのか生えんのかわけのわからんことをやってみて、何本かほんまに生えてきたらほらこれやったらやれるという、その必要なものがやっぱり努力したらこれその生えてくるかわからんなという期待感が同業者同士にその直感としてそのこれはやらないかんなという気持ちが湧いてきて、本当にその年中行事のような形でもうそろそろ種採取に行かないかまがというようなことで、小型定置網の人がそういうふうにもうその手弁当で当たり前のこととしてやってきたから、それが習慣づいてきて、それがどんどんその生えてきたし、これはもう間違いない思いだったのが、また台風で全部抜けてなくなってな、もうやめるかっていうのは、まあまあそういうわけでもっぺんやるかってやらんやって、まあここ 4、5 年ぐっとその広がりが、定着してきたというか、これはもう大丈夫だなという形でその広がってきた。2008年の県の調査ではアマモ場の大きさは80ヘクタール、現在では100ヘクタールを超えました。70年前と比べると6分の1程度ですが、アマモ場の増加とともに壺網で取れるエビや魚の漁獲量も増加しました。壺網漁の漁師たちが始めたこのアマモ場の再生は、カキ養殖や底引きの漁師たちも参加するようになり、今年の種取りは高校生も参加して行われました。今体験して若いもんもやってきよるから、海の大事さは 100も承知で分かってきとるから、漁場環境さえしっかりしときゃどういう形かでうまくやってくれると思う。壺網漁の漁師たちは渚の見張り番と呼ばれ、海の環境の変化にいち早く気づき、その保護に努めてきたのですが、近年この伝統的な漁を行う人が減少し、
現在では8軒余りとなりました。小さい頃から海が好きで、父の働く姿に憧れて漁師をしたいなと思っていたんですけど、漁師も大変なので、父はなかなか賛成してくれなかったんですけど、一昨年に父が交通事故に遭ってしまって、それで体が思うように動かなくなったことがきっかけで、父を含めて親族の方も賛成してくれたので、一緒に漁師をしようかなと思いました。仕事をしてて父と二人でいることが多いので、父が若い頃の話や父が親から聞かされてきた話を聞くと、自分が日生の海を全然知らないなと思うので、もっと日生の海、その環境の変化や取れる魚の違いや、そういったものをもっともっと父から聞いて勉強したいなと思います。ツバミ漁っていうのはすごく大変な仕事なんですけども、日生でずっと続いている伝統的な漁法なので、そういう伝統を守り続けれるような漁師になりたいなと思っています。